はい、皆さんこんにちは、しろです。よろしくお願いします。ということで、ワンピースコラボもね、だいぶ落ち着いてきまして、もう撮りたい動画がめちゃくちゃ多いんですよね。もうこれもやりたい、あれもやりたいっていうのが、もう毎日続いてて、で、驚いたのが、コラボ、なんと、まだ3日目です。3日目よ。3日目で、まだこんなにやりたい、これもやりたい、これもやりたいみたいなのが続いてるコラボってめったにないです。本当に。もうこの時点で結構満足して、追加の発表なんかあるかなとか考えたりとかしてる段階なんですけど、めちゃくちゃいろいろあるわ。で、ライブでもやっぱ質問が多かった順に、答える形でね、動画を撮影しようかなっていうので、今回はこちらの動画。ワクワクの実。はい、どのキャラに戦型の書を言っていいのかだったり、どのキャラに何のワクワクの実をつければいいのか。これって俺普段あんま取らないんですけれども、今回からやっぱ始めたって人が多いんですよね。で、やっぱ特急 LEL だったり、どの、 キャラをね、どういうワクワクの実をつければいいのかっていうのが、すごい悩んでる人が多いかなっていうことで、まあ、ガチャキャラ考察っていうのも追加降臨があるかもしれないから、また後日に送って、どちらかというとワクワクの実の方が重要かなって言ったの思ったんで、そちらをね、今回はね、紹介していこうかなと思います。はい、じゃあ、ボリューム1の方からいこうかな。はい、じゃあ、ボリューム1、1体目。モンキー D ルフィ。麦わらのルフィでございます。はい。まあもうね、長くやってる方だったらね、まあ、これは必須かなみたいな身をね、いっぱい、もう候補挙げられると思うんですけれども、個人的にルフィの、まあね、基本的にワクワクの身をつけるときって、長所を伸ばしてあげることが多いです。短所を補うっていうやり方を、するキャラは結構レアなパターンですね。なんで、各キャラ、どこが長所になってくるのかなっていうところを、抑えながら、ワクワクの身を決めてあげる方がいいんですよね。はい、でルフィはですね、長所というとですね、超枚数 L2.5 倍の、からの、まあ、底力発動することほとんどないですけど、底力が発動した時の殴りですね。はい、でストライクショットの倍率が 2.5 の3だったかな。 2.5 倍と2段階目3倍とかのかなり倍率をもらってる SS になるんですよね。なんでこのストライクショットのところに、長所があると。はい、まあもともと攻撃力が高くて倍率もぶっ飛んでるんで、正直 2.5 倍3倍とかの SS が通じる、クエストであれば、過激とかの実がなかったとしてもボスを倒しきると思うんですよね。はい、なんで個人的に過激の優先度は低いかなとも思ったんですけど、やっぱ長所を伸ばしてあげたいのでね、はい、SS をもちろん使ってないところでも過激っていうのは役に立ちますので、まあティア1の実としてあげるのは過激系。はい、同族過激、同族加盟撃、同族過激速、この3つに関してはどれも同じくらいやはり強いので、過激の実をつけてあげるのがいいと思います。で次に強いと思ってるのが、まあ、即必殺。はい、この一番の長所って言われる、SS が早く打てるに越したことはないです。まあね、なんかバトル数だったりとかいろいろ隠し要素が全部いろいろ出てきたと思うんですけれども、これ僕が調べたわけじゃないんであんまり詳しくは言わないんですけれども、まあ、いろんな隠し要素がルフィには、あるんですね。まあ、そういうのも全部踏まえた結果、過激、即必殺、この辺がやっぱもうティア1になってくるんじゃないかな。でもルフィはまだ2個しか身がつけれないんだけど、書が出てないからね、今の時点で同族過激か加盟撃か、その同族過激系と、即必殺をつけて今使ってますね。はい、でさらに、まあ、妥協枠にはなってしまうかもしれないんですけど、遊撃の力、はい、友情コンボの威力を上げるっていう意味なんですけど、これも一応ありではあると思います。で、このランページ反射レーザー EL と、調教バウンドボムっていうのは今でもまだ強い方の友情コンボに入ってくるので、ここの底上げをしてあげるっていうのもいいと思うんだけど、ルフィをいざ使うってなった時に友情が理由で連れていくことってあんまないと思うんですよね。友情だけで楽々して周回しようみたいになったら、他にもってやっぱ楽々友情だったり、さらに貫通タイプだったりっていうキャラが出てくるので、今の段階で使うとしたら、まあストライクショットだったりアビリティの部分だったり火力の部分でルフィを使うことになると思うんで、やっぱり過激速殺あたりがいいんじゃないかなと思います。で超バランス、はい、戦型の書を言ってもいいか悪いかのお話をするんですけど、ルフィに関してはありです。あり、はい、やっぱね、2段階目3倍とかになってくると地雷倍率が上がるところとかでも使う可能性が出てくるんですよね。なんでかっていうと、超マインスイーパー L で 2.5 倍、それを例えばパワーアップオールだったり地雷の倍率が何倍とか倍率がかかってるところって、超マインスイーパー L の地雷を持って殴るだけでゲージが飛ばしちゃったりするんですよね。その時に、まあ、SS で3倍の倍率を上げてあげる、3倍の倍率入れて、さらに一撃ドーンのところで殴ってあげるっていうのでもちょっと運用できちゃうレベルなんですよ、3倍とか持ってるってなるとね。はい、なんで過激速殺の次に超バランスもありと。超バランスはね、有利属性であれば 1.2 倍の倍率が入れられますので、超バラはめっちゃありだと思います。はい、しかも優先度で言うと、まあぼちぼち高めの方になってくるかな、コラボの中ではね。ってぐらいルフィに超バランスいってあげるのはありだと個人的に思
思ってますね。はい、じゃあ次のキャラ、ボリューム1、2代目ゾロ。はい、ゾロゾロもね、長所がはっきりしてますよね。長所で言うと、超マインスイーパー M の倍率2倍のところと、弱点キラー M の倍率2倍のところ、これを持った貫通タイプで殴りのアタッカーになりますと。はい、なんでルフィと同じです。過激、はい、過激が一択になってくるんじゃないかなと思います。で、ストライクショットのターン短縮を持っているので、比較的貫通タイプだし、ターンが溜めやすいっていうのも、加味して、ストライクショットを短縮できる即必殺のみですね、即必殺のみの優先度は少しだけ落ちるかなと思っているんですが、ターン短縮ってよく考えてほしいんですけど、味方3体に当たった時に、まあ、最大ターン短縮なんですよね。まあ、1、2体でも短縮できるんですけど、うん、その動きを従来のクエスト、最近のクエストっていうんですか、まあ、やっぱ雑魚の処理が1手遅れちゃったりすると、ちょっと厳しい展開になるとか、2手遅れたりするともっと厳しくなるっていうのが多かったりして、そのせいでね、短縮をするっていうね、ルートを取りづらくなってきてるんですよね、だん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 ね。だからこれ味方に触れるっていうのが条件になってない短縮要素だったら、即必殺はいらないかなと思ってるんですけど、ターン短縮の方で短縮するっていう短縮要素はそこまで大きく考えなくていい。短縮あるから即必殺いらないってなんない方がいいかもしれないね。うん、だから俺は即必殺を結構押してます、ゾロは。うん、で SS がすごい面白い仕様になってて、まあ、一撃ドーンやって割合のダメージも入るっていうキャラになってるんですけど、最大割合が 60% と。はい、だからゾロの場合はルフィと違って殴りの方でも採用されるし、ストライクショットのその割合っていうのを、見て採用するってこともあると思うので、採用の理由が全部 SS に詰まってるんですよね。うん、でその SS が早く打てる、2段階目が早く溜まるっていうことにデメリットがあるわけないので、俺ゾロは即必殺言っといてもいいかなと思ってますね。はい、ただまあ殴りのクエストでハマっただったりとかね、うん、超満員水の部分だったり弱点キラー M の部分が主に強いって言われてハマっただったら、過激の方が優先になってきますので、ゾロに関しては答えがない、うん、好みになってくるかなと思ってますね。はい、ただ過激は絶対つけた方がいいと思いますね。過激、少なくとも片方1個には絶対過激で、もう1個の部分に過激をつけるか速殺をつけるかっていうところで悩むと思います。はい、で超バランスありかっていうとありです。はい、もう理由はルフィと一緒です。こういうねアタッカー系、キラーを持ってるアタッカー系に超バランスいくと本当に世界が変わるんで、マジでありだと思います。ゾロもあり、うん、今回結構アリ寄りのやつが多いんですけどね、中でもね、うん、めちゃくちゃいいと思う。ゾロに関してはなんなら一番最優先でつけた方がいいっていう人結構多いんじゃないかな。うん、今回のコラボの中でも後から評価がガンガン上がってってね、うん、本当に強いからっていう風になってきてますので、めちゃくちゃありだと思います、個人的にね。はい、じゃあ次ボリューム1の3体目でございます。サンジ、かっこいいよね、何回見てもいいよね。うん、はい、ということでサンジなんですけれども、長所っていう長所がね、基本的にこのスピードが速いって部分かな。うん、なんかその雑魚の処理が、結構離れてる位置にいる雑魚が蘇生ループとかしてたりしたりとか、あと雑魚の量が多くてランダムに打った時にいっぱい動き回ってくるのにメリットがあるだったりとか、やっぱね今のモンストスピードかなり重要になってきてますね。超スピードかそうかじゃないかで、もう本当に適正か適正じゃないかが分かれるぐらいの、クエストだったりするんですよ。特にね、あの天魔の3、あの10の銃の間とかね、あれオニキスが超スピか超スピじゃないかでもうキャラが違うぐらい影響があるレベルだったりするので、まあそういうクエストが今後増えてきたりしたらサンジは、かなり活躍するんじゃないかな。うん、まあ、他のねこの同じアビリティ持ってるやつの中でもスピードに関するアビリティが本当に多いんで、うん、からの長所で言うと連撃キラー L だね。はい、連撃キラー L っていうのは同じ敵を殴っていくと倍率が上がっていくものなんだけど、まあ最大 2.5 倍まで出せるんで、このスピードが速いっていう要素とめちゃくちゃ相性が良くなってるんだよね。うん、なんでここを伸ばしてあげたいってなると、サンジに関しては過激一択だと思います。はい、一択、はい、即必殺個人的にいらないと思っておりますね。うん、サンジに関してはストライクショットが理由で採用ってなるとめちゃくちゃピンポイントのクエストになるんですよ。もちろんクエストによってはサンジのストライクショットがあるから採用ってのはあると思うんだけど、結構ねその弱点を取ってくれるっていうね条件が厳しいキャラなんですよね。うん、なんでどちらかというと、採用の理由はこの連撃キラーで殴るって部分だったり、まあ、希少性の高いアビリティのところで殴る役になってくると思うので、うん、俺は個人的に、過激一択になってくると思います。俺はちょっと早く演出見たいからとかいうねちょっと私的な理由で即殺とかつけようかなと思ってますけど、サンジはもう過激でいいと思う。うん、過激オンリーで個人的にはいいと思いますね。はい、で、まあそうですね、超スピードに関してなんですけれども、
こいつを使う時の理由を考えてあげてほしいですね。まあ、超スピード型で超インド超減速っていうのが、もともと持ってるんですけれども、この両方のアビリティですね、超スピード型だったり超 AGB と違って、もう何でもかんでもスピードが上がるよみたいなものではないんですよね。減速壁に触れなきゃいけない、ウィンドウをもらわなきゃいけないだったり、そのスピードを上げる要素としてギミックの方からね寄り添ってきてくれる必要があると、まあ重力バリアも超 AGB だったとしたらそうだけど、っていうので、スピードがね上がる要素がいっぱいあるから超スピードいらないと個人的には思ってます。ただこの重力のところと地雷のところにはまったって時はウィンドと減速壁が出てこなかったらスピードを上げる要素がなくなってしまいますので、仮に今後そういうところにはまったらつけるでいいと思う俺は。今の段階でつけるっていうともう過剰な加速になってくると思いますので、個人的にはウィンドと減速壁じゃないところにはまったら、つけてあげるっていうのがいいんじゃないかなと思ってます。ウィンドと減速壁のところにはまったら加速できる要素が普通にもうありますので、超スピードは余剰加速になるんじゃないかなと思ってて、優先度としてはそんなに高くないのかなと思ってますね。ちなみにサンジ以外のキャラがワンピースザコキャラだった時の世界線だったらめちゃくちゃ優先度高い。ただ今回他にそれ以上にね優先度が高い線形の書の使い方があるので、今回サンジの、使用頻度も考えて、下げてます。はい、本来だったらもう本当に何も考えずに超スピードいっていいキャラなんだけど、ワンピースの中では優先度低めかなっていうキャラですね。はい、じゃあ次ボリューム2いきます。1体目エース、はい、ボリューム2のキャラ1体目エースでございます。はい、超 AGB 超アンダメのバイタルキラー状態上速力だと。はい、で減速回も持ってるっていうので、ね、なんだかんだね、いろんなクエストどこで使えるのかなとか見てみたら現状だと結構エース多い方ですね。いろんなところで活躍してくれるキャラなんじゃないかなと思ってます。で長所としてはですね、こいつめちゃくちゃバランスいいんですよ、危険のエースって。今回ワンピース1バランスいいかもしれない。アビリティも希少アビリティのセットのこの組み合わせ本当にないんで、そこのセットを持ってきてるっていうのと、バイタルキラーと状態上底力で、クエストは選びますけれども、キラーで火力が出せるってキャラ でストライクショットも文句なく強いじゃないですか。で友情コンボも強いんですよ。これめちゃくちゃバランスのいいキャラなんですね。なので伸ばすところはもう個人の自由、ほんとそう。はい、俺個人としては、即必殺と過激っていうので、まとまったんですけれども、別に遊撃つけてあげてももちろんいいと思いますよね。特にこの威力が高いんですよね、超絶機弾っていうのが1個ポーン飛んでって、遊撃ついてたら50万以上のダメージになりますので、この部分で本来落とせない雑魚防御ダウンしてからこの攻撃敵は倒してくださいねみたいなやつを手順無視して一撃で落としちゃうとかがザラにあるような友情威力になってますので、めちゃくちゃ遊撃も、場合によってはありになってくるんですよね。で、ストライクショットが早く打てるっていうのももう文句ないじゃないですか。で短縮要素ないのでエースに関しては即必殺は結構早めにつけてあげてもいいかなと思ってるぐらいですね。はい、とはいえそのアビリティがやっぱ希少なんでいろんなクエスト行くってところで、でどのクエストでも、無駄にはならない過激をつけてあげるっていうのはもちろんいいと思いますし、かなり幅が広いですね。なんでまとめると、過激か即必殺か遊撃つけてあげるのがいいんじゃないかなと思ってて、遊撃だけちょっとちゃんとした理由がないともったいないかなってぐらい、それ以外はもう文句なく過激即必殺ですね。はい、まあでも今のもんですね、同族過激とか激射過激とか、その過激系とあと即必殺のみ、この2つがもうほんと強すぎてワクワクのみの中でね、ほとんどその択になってしまうんですよね。はい、それがちょっと残念なところではあるんですけれども、まあバラエティーがないってところでね、はい、まあそれはちょっと最後で話しますね。っていうのでエースはそういう意味をつけてあげるのがいいんじゃないかなと思います。で、挑戦権解放あり、めちゃくちゃにあり。はい、さっきのルフィとかバウンドボムだったじゃん。で、ゾロの方もチャージショットとこれね、はい、破裂斬撃弾じゃないですか。でゾロの場合は破裂斬撃弾属性友情なんですけど、そんなに強い友情コンボじゃないんですよね。でルフィの場合は、超バランスにちゃんとしてもこの無属性友情の方には超バランスの恩恵が乗らないのでちょっと無駄になっちゃう。でそれに対してエース、両方とも友情が強い、かつ、両方とも属性友情になってますので、この友情の方にも超バランスの恩恵ががっつり乗ってきますよね。なんで、で殴りの方にも乗ってくる、もちろん SS の威力にも乗ってくるって考えると超バランスの優先度は割と高いと思いますね。まあ今の時代超バランスっていうのがもうめちゃくちゃに強いので、バランスはもう一旦超バランスにしちゃってもいいんじゃないかってぐらい、バランス型は、挑戦権の解放の価値があると思っております。なんでエースも結構優先度高めですね。なんで今のところ優先度高いっていうのが
ルフィ、ゾロ、エースになってくるかな。もう多いんだよね、今回つけたいやつがね。はい、じゃあ次、サボボリューム2、2体目サボでございます。はい、まあこれはもうほぼほぼ各でね、過激3個です。はい、まあ2個つかつけれないなら過激過激でもいいと思います。はい、でその次に優先なのが、即必殺だね。うん、でこれも SS ターン短縮ってのがあるんだけど、ゾロより SS ターン短縮を、重要視しない方がいい。ゾロの場合はまだ貫通タイプだったんで短縮をしに行きやすかったんですよね。なんでまああの SS のね、あの即必殺、ま、なくてもよかったかなってさっき言ったと思うんですけど、サボの場合は反射タイプなんで、どの状況をどの状況でもその3体に当たって短縮をマックスでできるかって言われると、ゾロ以上にしづらいと思うんですよね、敵に阻まれちゃったりしてね。うん、なんでこの SS ターン短縮はあるんですけど、即必殺の優先度はゾロより高いと思ってください。ただ伸ばしたい部分がストライクショットの威力の部分になってくるので、過激3、過激2とかでもいいと思います。うん、即必殺がいらないってパターンもあると思う。ただ俺の個人的な意見だけを通すと、即必殺はもうマスト。うん、絶対欲しい。なんでかっていうと、俺キリとかなんかの時にめちゃくちゃ後悔したんですよね。 SS が理由で連れてってのに、豪絶なのに道中キャラが強すぎて、今のキャラ本当に強いんで、ボス戦に行くまでのスピードがめちゃくちゃ速いと。で、2段階目の SS が溜まってないって結構多いんですよ。で、これが短縮があるやつでもそうなることが多いので、特に反射タイプはこれも SS ターン短縮あるから即必殺いらないってなんじゃなくて、短縮はあるけどさらに短縮を入れるってために即必殺つけるのは本当にありだと思う、サボは。うん、なんで俺個人の意見としては短縮あり、ただ世間的に言われてるのはやっぱ過激マックスなんじゃないかな。うん、あ、いや即必殺ありって言ってるか普通。うん、なんで、まあ、俺は過激過激即必殺にしようと思ってるんですけど、まあつけるとしたら即必殺と過激だね。はい、でサボに関しては砲撃型で友情コンボの威力も他のキャラより強いよみたいな感じで売りが出されてるんですけど、このサボの砲撃型は嘘です。はい、どういう嘘かっていうと、これをバランスにしちゃうと超バランスで解放されて、さらに属性友情だったり殴りの威力を上げられちゃうんですね、ユーザー側に。だからそれやられるとサボ壊れちゃうって運営が思って砲撃型にしただけ。うん、そうだと思う。これはバランス型を避けるための砲撃型だから、別に友情を強くしようと思ってつけてる砲撃型じゃないと思う。まあ、もちろん友情の強いんで遊撃の力ってのはありだとは思うんですけれども、それ以上にやっぱり殴りだったり、SS の威力って部分に、長所が持ってかれてるキャラになってますので、砲撃型ってのは無視して過激速殺がいいんじゃないかなと思っております。はい、じゃあ、挑戦権の解放ありかっていうと、絶対にしないでください。絶対にしちゃダメ。おそらくですが、今後のモンストでサボの友情目当てとしてサボを連れていくってことはもう多分ないです。ほぼないと思う。なんでかっていうと、このダメオワープのところにバケモンみたいな友情持ってるやついっぱいいるんですよ。光属性、乙骨、ジャック・ザ・リッパーとか、まあ、含め他に友情を理由にするんであれば連れていかなきゃいけないキャラがいっぱいいるので、友情が必要ってなったクエストでサボが選ばれることはまあほぼほぼないと思ってください。うん、なんで超砲撃にしたらそれだけもったいないだけ、うん、になってきますので、超砲撃は今回のワンピースのキャラの中でも一番低いと思います、サボはね。うん、もちろんあれだよ、サボが好きだから解放するとかは何一つ文句ない。うん、そりゃ解放しなきゃ好きなんだからってなるんで、そういう人は何も気にしなくていいんですけれども、まあ、現実見てそのモンスターストライク側によってお話しすると、超砲撃にする必要は1ミリもないかなと個人的に思っておりますね。はい、なんで、サボはそういう感じかな。じゃあ次最後でございますと、ボリューム2の3代目ヤマト。はい、ヤマトでございますと、はい、ヤマトはですね、まあ強いですね。うん、もうアビリティセットも他に本当にない、文句ないものを持ってきてますし、でストライクショットの、弱点必中の最初に触れた敵なんで、扱いやすさも20丸と、で威力ももう文句ない。うん、超安打目発動してのレフトポジションキラーが発動した日に関してはもうとんでもない威力を出してしまうキャラになっております。はい、まあ今言った通りですね、 SS に全てが詰まってます。即必殺、はい、即必殺、過激、過激、即必殺、過激とかの組み合わせがまあ文句なくいいと思いますね。今回ね、ストライクショットが演出がめちゃくちゃいいってだけじゃなくて、本当に全体的にね、全体的に威力もちゃんと高いっていうのが多いんですよ。それゆえにもう過激と即必殺の恩恵がめちゃくちゃに大きくて、だからもう全部同じ意味じゃんみたいに思うかもしれないんですけど、いや本当そうなんだよね。
今回に関しては強いキャラにはこの組み合わせってなんか本当王道の組み合わせがあってモンストには、でそれが過激速殺とかなんですよね。で友情が強かったらそれに遊撃が入ってくるって感じなんだけど、今回のキャラたち友情によってるっていうよりは、まあ、友情も強いんだけど、どっちかというとストライクショットとか殴りだったりによってるキャラが多いので、まあ、文句なくこいつも、過激と即必殺この部分が当てはまってくると思います。で超バランスはありです、もちろんありでございます。ストライクショットの威力伸びますし、通常時の殴りの威力も伸びる。でメイン友情である、エナジーボール、ここの威力も対火属性であれば伸びてくるということで、超バランスもありだと思います、なんで、ヤマトはこういう感じ。あめちゃくちゃ強いよ今回。はい、ということでボリューム1、2すべての星5、6のおすすめのみと、挑戦権解放してもいいのかなっていうのをお話ししてきたと思うんですけれども、4号も軽く触れときましょうか。はい、ジンベイ、厳選しなくていいと思います。はい、ジンベイを星4号制限で使うってことも多分ないだろうし、星5、6のクエストで SS 要員として連れていくってこともまあほとんどないかなと思ってますので、厳選する必要はないかなと思います。まあなんでかっていうと、もう一個の理由が厳選しなくても強いですね。はい、即必殺15ターンを10ターンにするってメリットがないぐらい早く溜まる、15ターンならね、なんでもう厳選する必要はないと思いますし、過激の部分でももともと3万の攻撃力って別に高い方じゃないんですよね、パワー型にしたら、なんでそれでワンパンができるようになるかできないよ、できないままなのかみたいなのを変わるってことは大きくないと思いますので、厳選しなくていい。はい、次ウソップ友情一択です。はい、熱き遊撃の力一択。はい、あとまああとそのなんだろう、メダルを稼ぐっていう理由でウソップを使っていくってことがもしかしたらあるかもしれないんですけど、メダルを稼ぐってなったらこの友情コンボそんなに強い友情じゃないので、全体に火力を出すみたいな友情コンボではないので、まあスコア稼ぎとかもあんまつけなくてもいいのかなって思ってます。まあ遊撃つけてあげればいいと思います。フランキーはね、なんならね、証行きたいですね。はい、なんでかっていうと、遊撃ですね。遊撃はもうマスト。このチェイススフィアの威力を上げるために、もう絶対に遊撃はつけてあげたいですね。どういう使う道があるとしても SS か友情を理由で使っていくキャラになると思いますので、絶対に、遊撃はつけたい。で、もう一個なんで証をつけたいかっていうと即殺だね。はい、星4号制限で使ってる時って、このチェイススフィアっていう最強の友情を、星4号制限で使った日には、とんでもない速度で道中抜けるんですよ。でボス戦にほんと4手とか5手とかで入ってっちゃうんですよね。で4手5手で入ってったら SS 溜まってないじゃないですか。でもこれ即必殺 L があると7ターンで SS が打てるので、2周目のフランキーが回ってきた時には打てるようになるんですよね。3番手編成とかかな。まあ、即必殺の投球にもよりますけど、はい、ってなると、星4号制限ほんとストレスなくいくなら遊撃即殺があるだけでめちゃくちゃ出勤度は高くなるんじゃないかなとは思ってますね。はい、なんで明石ワンちゃんめちゃくちゃ余ったって言ったらワンピースの書が本当フランキーに行ってもいいかもしれないってぐらいです。はい、じゃあ次最後ブルック。ブルックはこれこそスコア稼ぎとかじゃないですか。はい、全体処理友情になってますし、まあ、遊撃の威力を上げて雑魚を核で落としてくれる確率を上げるってのもいいと思うんですけど、まあ、使うとしたら複数遠征をするかなと思ってますので、まあ、少なくとも2体ぐらいは入れるのかな。ってなった時に、まあ、敵を落としやすくする遊撃、もしくはそのスコア稼ぎ要因でメダル稼ぐクエストで使ってあげるっていう意味でスコア稼ぎとかになってくると思います。ただまあどっちでもいいかな、ブルックはね。まあ過去のね、コラボの星4号を持ってる人とかって、もっと強い星4号を持ったりするので、まあそういうのも考えるんであれば、まあ優先度は低いかもしれないですけど。はい、ってことで、今回は星5、6キャラクターと星4号キャラクターの、あのワクワクの実のおすすめだったり、挑戦権を使うべきかみたいなお話をしてまいりましたけれども、まあ逆にこういう理由があって、ここで使うなら、好みをつけておいた方がいいんじゃないのみたいなのをね、あればぜひコメント欄とかで教えていただきたいなと思います。はい、じゃあ最後に一つだけワクワクの実を厳選する全キャラに共通して言えることを一つだけお話ししておきます。はい、じゃあルフィを例え出すんですけど、さっき言ったワクワクの実みんな覚えてると思うんですけど、じゃあルフィに証つけて同撃同命撃同撃速でつける人が多いとしましょう。でフレンドにルフィが空いています。だからフレンドのルフィとか見てほしいんですけど、みんな同撃なんですよね。なんでかっていうと、同族過激、同族加盟撃、同族過激速っていうのはモンスト界でもワクワクの実の中でも過激の攻撃力の上がる数値が大きい実になってるんですよね。はい、ってなってくると自分のルフィにも同族過激、同族加盟撃とかついちゃったりすると、同じルフィをフレンドと自分で使った時に同じ実なんで効果が発生しないんですよね。はい、これ俺結構やる過激の厳選の仕方なんですけど、逆にその一番強いって言われてる過激じゃない過激をつける、
だからルフィの厳選も即必殺、激手過激、戦型過激とかね、はい、それをつけておくとフレンドに大体いるんですよ、同撃同命撃同撃速って。はい、なんでその同撃同命撃同撃速のルフィをフレンドで連れて、自分の方では激手過激と戦型過激で持ってあげてみたいな。被ってる時より3000くらい攻撃力が高いですよね、こっちの方がね、っていうオタク過激厳選って俺呼んでるんですけど、誰もつけないようなオタクな過激をつけてフレンドに最強の過激は任せるみたいな過激の厳選の仕方もあります。で、今回キャラが多いんで過激も間に合わなかったりするじゃないですか。うん、神殿やってて、うわ先に激手過激出ちゃったって、でちょっと妥協しようかなって考える人もいるじゃないですか。その妥協、妥協じゃない可能性があったりするので、まあそういう過激の厳選の仕方もありだよっていうのがね、一つのポイントになりますので、はい、ぜひそれも覚えておいていただければなと思います。はい、ってことで、パーッと喋っていく動画になりましたけれども、ここまで見てくださった皆様ありがとうございました。よかったら自分のおすすめの実だったりつけた実をね、コメント欄とかで書いていただけると嬉しいです。それではここまでご視聴ありがとうございました。最後によかったらチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。